スノーキーこと小手川幸也です。FX のスワップポイント投資に関する動画シリーズで、今回はメキシコペソ円です。数日前に南アフリカランド円の資金30万円から始めるやり方を公開しました。はい。で、まあ今回もいつもなんですけども、あくまでもこれ例なんで、この例をもとに皆さんどんなリスクの取り方をするかっていうのの参考にしてください。で、スワップ110円版と書きましたけども、 はいまあ、過去に YouTube 上ではですねメキシコペソ円のスワップ投資に関する動画っていうのを、まあ、ポン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 と公開してきたんですよでその時の前提条件は確か、えー、10万通貨当たり150円のスワップがついた場合だったと思うんですけども、まあ、ほんの数ヶ月前なんですけどもちょっと状況が変わってきてですね まあ今はちょっと年末年始の要因があって、えー、下がってるのかもしれませんけども、まあ年が明けてもちょっとあんまり変わっていないようなのでですね、まあその理由としては、下がっていってる理由ですね。はい。 メキシコが政策金利を利下げ繰り返したんですよ。まあ、そのこともあって、えー、メキシコペソ円の回数プポイント各社下がってきているのかな。で、どれぐらい下がっているんだっていうことなんですけども、本当に以前はですね、150円ぐらいでバチ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 ,バチ各社やり合ってたんですよ。まあ、ところがですね、えぇ、ー、まあ、昨年の末ぐらいからだ、だいぶおとなしくなっていって、えー、昨日の調査だとセントラルタンエッ FX さん、これ私使ってる会社なんですけども、えー、110円と。 そして、えー、私が使っていたみんなの FX さん、100円と。で、えー、FX プライムバイ GMO さんだけちょっと年末年始強くって、130円から140円で、ここがこの金額を続いてくれるとありがたいなぁ。で、えー、恒例の場合もちょっと出します、後でね。はい。ということで、えー、まずはスワップ110円時代の、えー、例を公開していきます。 で、ええー、まあ、いつも初心者さんにお伝えするんですけども、なんか、たくさん資金が入っていて、あれも、ね、もっと買えるんじゃねえ、もっと買えるんじゃねえで、買っちゃうとですね、ええー、10万通貨の買いポジションを持った時に、為替が1円上昇すると、まあ10、10、万円の含み、益、利益になるんですけども、10万通貨の買いポジションを買ってる時に、持ってる時に、1円為替が下落すると、10万円の含み損損失になるので、50万通貨、ね、買いポジション持つと、 一円下がっただけ,でだけで50万円の含み、損、あるいは損失になっちゃいますよということは知っておいてください。で、えー、メキシコペソ園の週足チャートご覧いただきます。まあメキシコペソ園が、えーまあ、今人気な理由、まあおそらくトルコリラよりメキシコペソの方が人気なのかなちょっとわからないですけれども、まあその理由としてですね、まあスワップポイントが高い だけじゃなくって、まあメキシコ自体の信頼度が高い、これ格付けとかっていうことと、あともう一つがこの値動きなんですよ。まあ2年以上、だいたい1円ぐらいの値幅で動いています。なのでですね、まあそんなにトルコリラほどヒヤヒヤするようなことはないっていうところで、まあどこで買ったかにもよるんですけども、まあまあ真ん中ぐらいで買っていたらですね、まあ言っても ね、えー、30銭下がったとかで含み損ちょっと増えて嫌だなぐらいっていうところはまあ魅力なんですよ。はいで、えー、次が、えー、月足チャートなんですけどもこっちの方ではですね史上最安値の方を確認しておきたいと思います。史、は、上、いえー、最安値は、えー、トランプさんが大統領になった頃の4.87円ということでですねまあ今だいたい五5.7円5.8円ぐらいなので1円ぐらいそこよりも上にいます。で トレンドはやや上に行きそうなんですけども、まあ万が一下がっていった時のことを考えないといけないのが FX でですね。えー、まあ一応ここまで下がることは想定しておかないといけない。そしてさらにですね、ショック安があった時にズドッと下がる可能性があるので、まあその時にスプレッドが急拡大する可能性があります。 ってなると、まあ、4円ぐらいまではこれ最低限下落しても耐えられるようにはしておきたいなっていうのが私の考えです。ここの考えは皆さんのリスクの取り方なので、えー、もちろん皆さんが決めてください。はい。で、えー、次がですね、じゃあ30万円で、えー、10万通貨、えー、買いポジション持った場合なんですけども、はい。まあ、今回セントラル端子 FX さんでい、えー、きたいと思うんですけども、110円続きましたと。 はい。で、カワセレートが5.7円の時に始めたら、必要証拠金はこれぐらいですけども、まあ、30万円ぐらい入れておいた方がいいですよっていうことの、さっきね、これ最低限必要な資金なんで、で、これで始めると、レバレッジ2倍以下です。で、これだとですね、1年間、これだけのスワップがもらえる川残用となって、年利だと13%ぐらい、13%強ぐらいの計算になります。 デロスカットラインが2.8円なので、まあ、現状の為替レートの半値以下っていう非常に保守的です。ね。まあ、ただ、ま、あの、為替なんていつ下がり出すかわからないんで、まあ、利回りはそれほど求めなくって保守的に行きたいんだっていう方は、まあ、これぐらいでもいいかもしれません。ちょっと物足りなく感じますので、じゃあ次、12万通貨、この1.2倍にした場合、どうか。まあ、これも110円が続いた場合なんですけども、はい。 まあ、必要証拠くんレバレッジはこれぐらいでですね。はい、スワップポイントこれぐらいつきますよ。それを年利にすると16%ぐらい出ます。16%って、あ、それぐらいだったらいいなって思う数字かなと思うんですよ。で、これだとロスカットラインがだいたい3.3、えー、33円、34円ぐらいなんで、ま、史上最安値、ねえー、更新してずるっといくとやばいよっていうぐらいの数字です。 で、もっとリスク取って、取ってもいいよっていう方のためにですね、これ15万通貨だとどうかっていうことなんですけれども、30万円の資金で。はい。まあ、レバレッジはもう3倍近くなります、スタート時。で、えー、スワップの期待値が、えだいたいこれぐらいになって、年利20%超えてきます。はい。まあ、し小,小学資金の場合ですね、まあ、30万円でもう、もしも30万円、もう、強制ロスカットになってもいいから、 これはリスク取るんだっていうときは、これでもいいかもしれません。はい。で、えーロスカットライン3.85円なので、まあ、万が一、えー、メキシコペソショックみたいなことがあると、ちょっと怖いなっていうところなんですけども、これがですね、例えば300万円とかでやると、ね、確かに年利高いんですけども、万が一の時300万円吹っ飛んだっていうと、痛いんで、まあ、奨学資金でやる方は、ま、これぐらい狙って、狙うってやり方も一つなのかなと思います。で、ここまでが110円。 の例で、この後はね、さっき FX プライム by GMO さん130円、140円だったので、あと、ちょっと前まで150円だったので、140円また戻ってきた場合、こうです。10万通貨でも、はい、えー年利17%ぐらいの期待値があります。ロスカットラインはかなり低い位置。で、え12万通貨だと20%超えて、 15万通貨だと、なんと25%超えっていう。なんでですね、あの、いつも、えー、っと、毎月の、あのー、スワップと、えー、リピート KFX の損益交換の中でですね、1日、あの、スワップ40円違ったらどれぐらいの差になるかご存知ですかっていうね、えー、のを出しますけども、いや、本当にここでスワップ30円違うとこんなに違うんですよね。はい。で、えー、もう一度、えー、チャートの方をご覧いただきますと、こんな感じです。 と先ほどの例と、まあ、の見比べてみてください。で、最後になんですけどももう、3後になんですけども、史上最安値っていうのは、えー、更新しないとは限りません。あくまでも現時点でのものです。そして、えー、動画概要欄にですね、南アフリカランド円だったらどうなのかと、あとトルコリラ円、えー、今スワップ50円ぐらいなんですけども、トルコリラ円だったらどうなのかっていうのも、えー、貼っておくので、まあ、そこと比較してメキシコペス円をやるかどうか決める。あるいはこれらを組み合わせて、えー、こう、 分散投資をするっていうのもまあ一つかなと思って、特にですね、まあ30万円ずつだった場合、えー、まあ100万円あれば3通貨ペアで分けてっていうのもできるんでね。はい。で、スワップポイントはこれあくまでも今日の情報なので、5年後10年後、もしかすると下がっている上がっているかはわかりません。 で、えー、まあ、いつも言いますけども、あの、私もやってることなんですけども、通貨ペアとか目的ごとにですね、えー、口座を分けた方がいいと思います。理由は巻き込まれ強制ロスカットを防ぐ。まあ、例えば同じ口座でランド円、トルコリラ円とかってやってるとですね、トルコリラ円が大暴落した時に強制決算になっちゃってとかっていうのもありますし、あとですね、資金が特に大きい方の場合は、 えー、1000万円ボーンって1個の口座でやるよりも300、300、400とか500、500でやった方が一社のスワップが急激に下がった時にあこっちは耐えてるなっていう風になるんではいで、えー、次ですね、えー、私の FX 中長期投資、えー、設定、えー、そして、えー、高金利三通貨ペアのスワップポイントの比較っていうのを毎週やってるんで、えー、それのはい URL 貼っておきたいと思います。あとタイアップキャンペーンのページも動画要欄に貼っておきたいと思います。この後は、えー、告知、講、えー、座を持ってない方向けの告知なので、えー、興味のない方は飛ばしてください。はい、まずですね、えー、セントラル端子 FX さんと私の、えー、サイトとのタイアップキャンペーンやってまして、キャッシュバック5000円が上乗せになります。5000円というのは結構大きな金額かと思います。はい で、先ほど名前出ました FX プライム by GMO さんともタイアップキャンペーンやってまして、こちらも私のサイトブログ経由だと3000円キャッシュバックが上乗せになりますので、興味のある方は覗いてみてください。チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。